最初はそういう追伸のために開けておくんですね。ただ今の文書というのはその当時のまま保管されているケースばかりではありませんで、そういう余白っていうのが意外と切られちゃってたりするので、なかなか博物館なんかで見る文書だと余白がなかったりするのでピンときませんかもしれませんけれども、少し本文と字が小さい、あるいは、段が落ちているというような形で書いてあるものがあったら、それはまあ追伸だと思ってください。で、次に、これも今日覚えていっていただきたいんですけれども、実は差出人、差出す人のサインをするところというのは、実は3箇所ございます。で、A、B、C って入れておきました。で、A のところに通常日付が来ます。で、日付の下なので、日の下、日付の下というので日課って呼ぶことが多いんですけど、その日課というところに書くのが A で、奥もまあこれだと真ん中ぐらいですけど、もう少し上で奥上と呼ばれるところに書かれる、ものが B、 そして袖に書かれるものが C ということなんですね。で、実はこれだ、このこと、これを、これが意味することを知っていますと、内容わからなくても出した人と受け取った人の力関係が一発でわかるんですね。で、右の袖から行きます。袖というのは差出人の力が非常に強い場合ここに書かれます。で、 B の奥の上、奥上というのは袖ほどではないけれども力の関係が差出人のが強いというの時に B で、 A というのは差出人と受け取り人というものがまあ、それほど力関係として齟齬がないというときに A を書くと。ですから、例えば源頼朝が挙兵をした。そして、鎌倉幕府というのができますけども、最初の頃は実は頼朝は B のところに書いていたんです。それは当然その昔から源氏の棟梁として、従っていた者との関係ですから、最初から対等ではありません。ですから B に書いていたんですね。そして鎌倉幕府というのができて、さらに確立されると今度頼朝はどこに書いたかっていうと C に書くんですね。袖の方に書くわけです。それだけでも知っておくと、例えば骨董屋さんが秀吉が信長に宛てた手紙が出ました。掘り出し物です。買いませんかって言って見せてもらって、ミミズがのたくったような字なのでわからなくても秀吉のサインが袖にあったらおかしいわけです。A しかないはずなんです。B だっておかしいです。秀吉が信長を超えたことなんか一度もないわけですから。ですから、これから博物館、美術館で文書を見たときに内容はまあ解説に任せて、ただ、サインだけ見ていただければ力関係がわかるということなんですね。で、そこにまあサインがあるわけです。で、もともとは楷書で書かれているわけです。簡易と官職があって、姓が書かれて名前が書くと。で、これが平安時代ぐらいになると、名前のところが草名、崩された字なんですね。草書になるんですね。で、その後に今度はさらにデフォルメされた花押というのが来るんですね。で、通常は、こういう時の花押っていうのは、例えば、源頼朝とか信長の出すんですけど、私はちょっとひねくれておりますから、最近の人のを出しております。実はこれ、民主党党首、鳩山さんのおじいさんである鳩山一郎の顔なんですね。で、これは、ローという字を崩すとラになるので、ラというのを書いて下に線を引いたものなんですね。で、すいません、次。で、上の小泉又次郎っていうのは何かっていうと、小泉純一郎のおじいちゃんの小泉又次郎ですね。で、次は福田赳夫さんのです。この前放棄した人のお父さんですね。何故政治家が花押なんか持っているかと言いますと、
大臣なり総理大臣になって条約締結とかでサインをしているところをニュースで見たことがあると思うんですけど、そこでするサインっていうのが実は花押なんですよ。だから国会議員っていうのは大臣になったら花押を持たなければいけないと。皆さんその総理大臣なり大臣になっているので必要に迫られて作ったわけですね。で、こんな笑い話がありまして、顔を描いてくださいと言われた政治家が何のことかわからないで似顔絵を描いてしまったと。ただもし、まあ、近々衆議院議員も、衆議院選もありますし、国政に出る人は、まあ、未来の大臣、総理大臣を、目指すのであれば、顔を持っていた方がいいでしょう。似顔絵を描かないようなことは、まあ、恥ずかしいので、まあ、顔を考えると。で、これも偶然にも随分前に、テレビ朝日でやってる、ちい散歩なんぞを見ておりましたら、顔を作ってくれる人がいるんですね。そこによって作っていただいておりました。ただまあ、その私はその西松建設のように資金提供はできませんけれども、顔を、その日本の歴史に則った顔は考えることができますので、もし、大臣なり、首相を目指す方が、いらっしゃいましたら、ご一報いただければ、お安く考えますので。そろそろあれですかね、資料っていうのは。ちょっとさ、聞いてください。はい。この時点でですね、今、お手元に資料お持ちでない方、お手を挙げていただけますでしょうか。あ、はい、お一人、あ、行き渡ったようです。大変ご迷惑をおかけいたしました。ではここからはお手元の資料をもとに進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではその本論に入ります。で、お配りしたプリントの、まあ、福田武雄さんのその顔の下に地図が載っております。これは何かと言いますと、まあ、本能寺の変直後の、まあ、信長家臣団諸将の動きが示されております。で、これをまあ簡単にまとめますとこういうふうになるわけですね。北陸方面のトップというのが柴田勝家で、当然今やっています上杉と対峙しているわけです。で、畿内方面というのが明智光秀。で、当時、モーリーと、備中高松城で戦っていた橋場秀吉は中国。で、関東というのは滝川一政。で、四国討伐軍というのは、これで神戸と言いますけども、神戸信孝。で、おそらく神戸信孝というのが、この中では、あまり皆さん知られてないと思いますので、簡単に補足しますと、これは、織田信孝という、信長の三男です。それが、北伊勢、伊勢の国の、北部の方を、統一するときに、その地の神戸市というところに養子に入れたんですね。なので、織田ではなくて、信孝という、名字になっているわけです。で、実はこの人というのは、次男の信勝より早く生まれたんですけれども、お母さんの出自が低いので、報告が遅れたため、本来なら、生まれた順で言えば次男なんですけども、その辺の力関係で、まあ、三男になっていると。で、ここで他が方面軍というところなのに、これだけ討伐軍となっているのはどうしてかっていうと、この時に初めて長宗我部を討つと。四国を討とうという時なので、まだここでは討伐軍になっているわけですね。で、これが本能寺の変の直前の、まあ、武将の配置ということでした。で、結局この時に当然柴田勝家は上杉と戦ってるし、羽柴は毛利と戦ってる。で、滝川一政は、ようやくその武田氏を滅ぼして、関東、あるいは甲府の方、あの辺を、まあ、沈静化させようとしていたわけですね。で、神戸信孝は四国に上陸しようとしている。そういうような時